スコット・ダグラス・マクドナルドは、オーストラリア・メルボルン出身の同国代表サッカー、選手。ブリスベンド・ロアー FC 所属。ポジションは FW。スコットランド人の両親の間に、メルボルンで生まれた。1998年、オーストラリアのクラブチーム、ギップスランド・ファルコンズ FC で14歳で、プロデビュー。クラブ史上最年少選手となった。 イングランドのサウスハンプトン FC などを経て2004年にスコットランドのマザーウェル FC に移籍2004から05シーズン最終節では試合終了間際の2得点で首位セルティック FC を破った2006から07シーズン後にセルティックに移籍移籍1年目の2007から08シーズンも主力として活躍優勝を争うレンジャーズ戦で2得点を挙げるなど チームの逆転優勝に貢献し、2位に10得点差となる25ゴールを挙げて、得点王にも輝いた。また、UEFA チャンピオンズリーググループリーグの AC ミラン戦では、決勝点も挙げた。2010年2月、遺跡金350万ポンドで、ミドルズブラ FC へ遺跡。 2017年7月25日、スコティッシュチャンピオンシップのダンディー・ユナイテッド FC と1年契約を交わした。2019年2月15日、シーズン終了までの契約でパーティック失する FC に加入した。2019年5月8日、ウェスタン・ユナイテッド FC へ移籍。2020年1月16日、ブリスベン・ロアー FC と18ヶ月間の契約を 結んだ。スコットランド代表も選択できたが、オーストラリア代表を選択し、2003年の FIFA フフ、ワールドユース選手権ではキャプテンを務めた。2006年2月22日のアジアカップ最終予選、バーレーン戦で代表デビュー。2010FIFA フフワールドカップのメンバーからは落選した。2009年1月2日に、テレビ朝日で放送された、夢対決。 トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャルのサッカーボーリング対決にゲスト出演した。これは対戦相手が中村俊介でグラスゴーで収録したことと2月に 2010FIFA フフワールドカップアジア予選日本 VS オーストラリアが控えていたため。ありがとうございます。